ニャーの T 残機の骨格と天然の DNA の T ヌクレオチドの骨格の比較。クリコール核酸は DNA や RNA に似ているが、同骨格の構成が異なる核酸である。ニアは天然での生成は知られておらず、合成化学で作られる。2、サンジヒドルキシプロピルヌクレオチドアナログは1971年に上田らによって初めて合成された。 その後すぐ、このアナログのリン酸結合オリゴマーは、溶液中で RNA と DNA の存在下で、単色効果を示すことが示された。ポリマーの調整法は、後に、クックラ、また、アセベドとアンドリューズによって記載された。ニア同士の自己対合は、ちゃんとメガーズによって2005年に、初めて報告された。その後、ニア二重螺旋の結晶構造が S 線とメガーズ。 によって報告された。DNA と RNA は骨格としてそれぞれデオキシリボースおよびリボースを持つが、ニアの骨格はホスホジエステル結合でつながれたグリコールの繰り返し構造からなる。グリコール単位はわずか3つの炭素原子から構成されるが、それでもニアはワトソンクリック型の塩基体形成を行う。ニア日本鎖の誘拐には高い温度が必要であるため、 ニア中のワトソンクリック塩基体は DNA や RNA 中よりも安定である。おそらく拡散としては最も単純な構造であるため RNA に先駆けて存在していたという仮説も存在している。ありがとうございます。